マイク、マイクテストです。あこんにちは、トラスト企画、阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。はい、今日はですね、スバルファンの皆さん、お待たせいたしました。最近全然紹介してなかったスバルの車を紹介します。スバルね、はい、すげーいっぱい入ってくんだよ。そうなんですよ、実は、はい、でもほら、基本なんかイメージ的になんかトラスト企画イコールなんか GTR みたいな、うんうん、なんか感じじゃないですか。まあそうですね、ね、うん、なのでたまにちょっと紹介してみようかなと思って、はい、なるほど、まとめてだいぶまとめましたけどね、これほんの一握り。あ、そうまだあるんだけどね。そう、はい、最近は、今までって、はい、GC8 とか、うんうん、GDB、あと GRB とか、はい、GVB とか、はい、まあその辺の類のものを、まあ、買ってたんですよ、うんうん、はい、今ね、はい、インプレッサ、特にその辺の、まあ、GC8 もそうなんですけど、うん、GDB、はい、GDA とかも、A ね、うん、もう買うようになったんですよ。GDB が高くなりすぎちゃって。あ、そうなんですね。そう、バラしてパーツにして販売するって言っても、うん、こう合わなくなってきたっていうのかな。なるほどね。そうそう、車両の値段がこう上がってる割には、うん、パーツの値段がそう上がってこなかった。そうまあ何せね、アメリカの方で はい、この辺の地域でね、はい、インプレッサ君たちが忽然と姿を消して、はい、ね、アメリカの方に行っちゃってるケースが多かったんで、はいはい、なんかね、知ってる人は知ってる人、ちょっと心悲しくなっちゃうんですよね。そうはい、ありましたね、はい、で、うん、でこれはまあ買い取りなんですけど、はい、これね、実は前回買った車、うん、はい、あるんですけど、このお客さん、2ヶ月連続で売りに来たリピートのお客様です。はい、ありがとうございます。車はまだあるんですか、そのお客さん。え、2台も売っちゃって、いっぱい持ってますから。あ、そうなんだ、はい、まあ車関係の会社にお勤めですから。あ、なるほどね、はいはいはい、結構業者の方ね、まあ、業者の方っていうかね、はい、業界の方ね、の方、はい、車のことは詳しい人ね、はい、でこれなんで売っちゃうのかなと思って、はい、でしたらちょっと不具合があったらしくて。お、車にですか。うん、あら、そう、下見っていうかね、エンジンかけてたら、うんうん、この辺からね、この辺の隙間から、はい、白い煙がモク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 ってこうモク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 ってなったんで、撮影の時です。あ、やばいみたいな感じで、はい、すぐ止めなくちゃみたいな、ピッて止めて、はい、演出じゃなくてそうドライアイスみたいな。ドライアイスじゃなくて、こうボンネットピッて開けたらさ、もわーってなっちゃって、うどうしたのこれとかっつったらね、はい、まあラジエーターの水が漏れちゃってんです。あー、よかった、水なんですね。そう、うん、ラジエーターね、の水がどっから漏れてるか分かんないよ、はい、この時点では、うん、まあ、分かんないけど漏れちゃって、それ査定の時にもわってなっちゃったんですか。そうもともと水漏れちゃうんで自走で帰れませんよって言われて。ああ、なるほど、事前にね言っていただいてる。そう、うんうん、でわざと、はい、車をですね、うん、お庭にじゃなくてちょっと離れた100メートルか200メートルぐらい離れた、はい、道路に止めてわざわざ歩いてきたお客さんのところに今日車で来たんじゃないですかって言ったら、いや歩いてきちゃいましたそう、歩いてきちゃったんですか、乗って帰れないですよとかって言われて、うん、いや大丈夫ですよみたいな感じで、ちょっと意地悪しちゃった前回も、もう前回買ってるから。いや、嘘は言ってないもんだって、まあね、キャリアカー止めたとこから庭まで、ね、自宅まで歩いてきましたから。間違ってない嘘そこに止めてきましたとは言わない。そう歩いてきました。2回目だからね、2回目の中だから。そうもうそういう感じでこうやり取りしてるんで、いいですね、まあ、値段ももうパッチリパタッ、もう一発で値段でパッていったら、はい、はい、それでみたいな感じで、ありがとうございます。そう、スムーズに、まあ、まあお礼的にね、はい、ちょっと言わせてもらうと、はい、まあ業界の方なので、うんうんうん、ね、さ、まあ自分個人の車かもしれないですけど、うん、やっぱねその辺はね、うん、これその後すぐ直したんですよ、これうちに来て。あ、うち来てね、はい、ちょいとなっちゃった、うんうん、ちょっと
っぱその辺は直して出した方が高くなるんじゃないですかね。自分で直してからちょっと埋めようみたいな。そう、直せる人はですよ。人は、直せる人ですから、はい、直せる業界の人ですから、直せる人なのに直さないで出しちゃうっていうのはどうかなっていう感じだったんですね、うん、はい、でも実際にその不具合があったから、うん、ちょっと査定こんぐらい下がっちゃうなみたいなのあったんですか。うん、ちょっとね、ちょっとほんの少しですけど、影響は出ますね、当然ね。やっぱ不具合がないのとあるのだと出ますね。はい。で、この不具合あるなしが普通の、あの買取店、例えば大手のね、ところだともう全然ダメ、事故車扱い。あ、もう煙なんか出てたらもうね。大間違いっていうか、そうそう、要は通常こう買い取りした後って、うん、まあ業者オークションって言って、オークションに投げるんですよ。で投げた時に、こうね、水蒸気上がってたらダメですよ。一般のコーナーに出せなくて、はい、事故現場車コーナーっていうところに投げなくちゃいけなくなっちゃうんで、壊れてますよってとこだ。そうそう、うんうん、に投げなくちゃいけなくなっちゃうんで、うん、そうすると安くなっちゃう。だから叩かれちゃう、すごい叩かれちゃう。なるほどね。うん、ね、不具合出てるからすごい安くなっちゃうから。うんうん、でうちは同じじゃないんだけど、うん、だから多少下がる。うんうん、でも極端にその大手の買取店がこうガンって下げてくるよりは下がってないから、今日の話題は、うん、ね、そこですね。不具合がある車、ちょっとした不具合ある車はうちに売った方がいいですよって話、ね。他の買取店に売ったら下がっちゃいますよって。そうそう。下がるんだけど。例えばこの金額まともだったらこの金額だったのに、うん、トラスト規格だとこの車しか下がらないけど、うん、よそだとこう下がっちゃいますよっていう話。なるほどね、うん、今日のポイントね、そこです、はい、皆さん、はい、不具合のある車、うん、ね、大体でもほら車売るときって、はい、お金がなくなったか事故ったか壊れたかみたいな感じじゃないですか。そうそうそう、ね、うん、あとね、うん、悪いこと一つしてね、これね、水出ちゃったじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、実は水出ない方法が一つあるんですよ。俺わかるけど、花ちゃんどう思います？花を塞ぐ。すごい、直しちゃう。確かにそれ間違いない。正解。それはね、正解、はい。ガムテープはちょっと塞げないかな。もうちょっと強めのテープで。液体パッキンとか。ガムテープだとね、多分ね、圧が出ちゃうんで、はい、うん、なかなか下げないんですけど、まあ、正解は、うん、水を全部抜くっていうね。そうです。そうすることによって実はエンジンかけてても、はい、水温上がらないんですよ。漏れるもんねえじゃんっていう、測るもんもねえじゃんみたいな。そうそう、測れないっていうかね。なおさら壊れないんですか、水抜いちゃったら。壊れます。オーバーヒートします。でもかけて、ね、5分ぐらいだったらね、まあね、壊れないですから、まあまあまあ、水温ってほら走って、まあ今の車って水温のメーターってあんまついてないのかな。なんかチェックランプだけ、ね、なんかオンとオフぐらいにしかないよね、うん、水温低いですよとか適正ですよっていう、ね、なんかそういう感じしかないよね、はい、昔の車昔の車っていうかはみんな水温計ってついてたんですよ。そうそうそう、水温計ってまめに見るんですよね、温度がちゃんと適温かどうかっていうの、うんうん、それを見ながら走ってるんで、はい。今の人多分ね、水温何度か知らないでしょうね、きっとね。適温がわからないですよ、ね、寒いと青くなって、そうそう、適正だと緑みたいな、うん、そんな感じ。80度なのか90度なのかね、はい、ちょっと走っちゃったら100キロ、100度とか110度とかね、はい、やっべえなとかって言うの。だってもわかんないです、うん、そうそう、やっべえなとかって言って、ね、今の人わかんないんじゃないの。水入ってなくてわかんないから。そういう人絶対ブローシャスちゃうね。水温計をつけた方がいいよっていうね、うん、そうそうそう、まあそういう裏技もあると。そう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 、水抜くっていうね。でそれをね、大手の買取店に水を抜いた状態でね、はい、売っちゃって、はい、そうすると絶対戻ってきます。そうですね、マイナスされてるから絶対戻ってきます。これ水漏れしてるんで、はい、なおかつオーバーヒートしちゃったんで、はい、お返ししますって言って、リターンされてしまいますんで、良い子は真似しないで。そうそうそう、だから正直に言わなくちゃいけないんですけど、うん、まあほら少しでも高く売りたいじゃないですか。そうですね、うん、だからうちには言わなくていいです、うん、うちは OK、 そのやり方 OK、 水抜いてても別にいいです。エンジンオイルが漏れちゃうから、はい、エンジンオイル抜いといてもいいです。まあ分かっちゃうんですからね。あのね、
気がつかれないっていうかね、あの気がつかないふりしますからなるほどね。大丈夫か、気がつかないふり、はい、あーなんかオイル入ってないなとか水入ってないなと思っても、はい、大丈夫ですねとかって言ってお互い知らないそう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 、まあ本当はちゃんとまともだったらこの値段なんだけど、はい、ね、水入ってないしオイル入ってないからこの値段ね、はい、うん、これね、まとあ程度いいんでこの値段ですねって、ここの値段言いますから大丈夫です、はい、また何も言わないでサポート気が変えるってパターンですからねこの間もあったやつ、この間もそう大丈夫です、はい、あの間違いなくあの適正な価格で仕入れするんで一切文句言わないですから、はいはいはい、まあ、要はミー君を騙すことはできませんということですから騙されたふり作戦騙されたふりして値段を下げるというそ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 う、いいの、あのよくあんだって本当にさ事故っちゃってんだけど、うん、いや事故しないで買ってますみたいなね、うんうん、買った時に事故車じゃないですって言われて買ってんですっつって、うん、だから自分も事故してないから、うん、事故車じゃないですって言うんだけど、うん、明らかに事故ってる時あるんだけどそういう時に、はい、いや事故ってますねって言うとかわいそうじゃない、まあ、そうですね、自分もが事故してないし、うん、この車は事故じゃないって思って買ってるのに、うん、売る時にそう言われたらちょっと出口のね、うん、あの思い出が悪いじゃないですか、うん、印象だから、あぶつかってないですね、板金はしてますけどって言ってあげますそう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 、よくほら売る時もね、よくね悪質なお店はね、うん、あの事故って言わないんですよね、あのちょっとぶつかってるんですけど綺麗になってますからって、うん、うわ危ないワードだな、うん、言ったでしょみたいな嘘ではないけどねみたいな、パンキしてますよって言ったでしょっていう話、なるほどね、はいはいはい、じゃあこれはね、もうラジエーターから水漏れてるのに、うん、分かって買ってきたと、はいはい、ちなみにこれあのもう一台売ってくれた車って何だったんですか。え、オープンカーです。オープンカー、いわゆるオープンカー、あ、はるちゃんがオープンカーって言ったやつだあのフロントからついたやつ、はい、あれを売っていただけたの、まあ、あの人から続々入庫される予定になってますんでぜひぜひよろしくお願いします。しかも近場なんで、あのすぐ、あ、そうなんですね、そうです、40分ぐらいで行けますから、はい、またもう電話一本でもすぐ行ってすぐ帰ってこれますからよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとあのほらトラス企画のチャンネルであんま GDB のインプレッサー見ることって、うん、ほぼほぼないじゃないですか。最近全くないですね、はい、入りましたよっていうのはあるけど、はい、そうだね、ちょっと見ようか、ちょっとだけ、まあ、この車はね、査定した時と、はい、あの1箇所だけあの違うところがあって、うん、ここになんかアルビットだ、そうのがついてるんですけど、うん、なんか他の車に付けようと思ってね、これ査定し終わった後でしょ、うんうん、査定し終わった後に外して自分の車につけようと思ったらつかないんで戻ってきたっていうだからあの査定した日と取りに行った日で違う場合ってよくあるパターンなんですよ、はい、ああなるほどね、はい、うん、でもそれもしそのプラスになるものだったら、うん、その分もプラスしてもらえるんですか。何その金額的な。あ、プラスですけど、もともとあれがついてる状態で査定してるんですよ。元々ついてるんですか。ついてる状態で査定して、はいはい、で金額がその時にいくらって決まってるわけですよ。でその後にね、その後に人にいた時に外れてるわけですよそういった、さすが車業界の人わかる、車業界の人はそういうことするんですよ。なるほどね、わかりますか。微妙にこう変えてくるみたいな。そう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 、なんか 見づらいところをこう変えたりとかね、バレないのめっちゃ多いじゃないですか。そうそうそう、査定した時とは違うパターンがあるんですよ。やばい、はい、でももう引き取りに行っちゃってますからね、はい、引き取らだから一番怖いパターンっていうのは、あ、まあ、自分が査定に行った後に、うんうん、まあ、別の引き上げ担当が行ったって行って戻ってきた時に、はい、あれなんかついてたと思うんだけどついてないよねみたいな、うわパターン。その場合どうなるんですか。え、まあ、いやどうにもなんない。どうにもならない。はい、悪用はやめてくださいね、うん、はい、どうにもできないです、まあ、面倒ですからね。え、あんたこうだまた言うの。何、確かにね、そうそうそう、あの揉めるじゃないですか、はい、もう引き上げちゃった後に、うん、ね、いやいやついてましたよって言われてね、うん、いやついてないよついてましたっつってもさ、うん、
どうにもなんないでしょ、まあ、そうですね、はい、まあ、でもほらトラスト企画のお客さんそういうなんか濃すい人そんなにいないじゃないですか。いないですね、うん、だから あれいるのかな、分かんない、いるあいるんだいるよいるよじゃなかったいる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 、でもいてもそれはそういう人なので、うん、あの基本的にはあの何も言わないです、あの極端におかしくなければ、うん、例えばあのニスモの LMGT4 のホイールが18インチ入ってるのに、うんうん、なぜかねあの違うブランドの、はい、ね車がパーツが入ってたりとかすれば、はいはいはい、いや俺違うよねホイール違うよねとかってなりますけど、うん、あちょっとしたもの小物とかほらあるじゃないですか、うん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 、結構あのよくあるのがね ETC とか、ああなるほどね、手軽に自分で外せちゃうやつは割とそうそうそう、うんうんうん、あとはなんか据え置き型のなんかゴリラナビみたいなやつとかね、あーありますねありますね、そうそうそう、ちょっと外すあのシュガーライターから取ってこう外せるやつとかね、あ、うん、ドラレコとか、うん、そういうのがこうなんかあの引き上げ時に外れてたりとかするケースっていうのは多いんですよ、うん、なるほどね、うん、まあでもトラスト企画はそんなに、まあ、値段に関しては文句言わないよと、まあ一回決めて、まあ、その辺は、うん、あまり深く、うん、あのいやないですねとかいう話はしないです、うんうん、なるほど、はい、まあ、重要パーツに関しては一応さ、うん、明らかにおかしいでしょって言って、はい、まあ、写真撮ったりとか、ね、うん、してる時があるんで、はいはい、いやこれ査定した時にこれでしたよねって言った時にまあそうですよね、見せられた違いますよねっていう風になった時に、まあ、そうなりますよね、うん、それは減額になる可能性はありますけど、明らかにおかしいわよ、はいはい、あそこについてるものはそんなに高くないんで、うん、もしあの仮にその外してお客さんがじゃあ、まあ、自分の車につけたかったんでつけちゃいましたって言ってくれたら、うん、あいいですよって話です、うん、まあ、何事も正直に言ってね、はい、そう正直に言ってくれればあまあいいですよそのくらいだったらっていう話です、うんうん、はい、ただ黙ってそれを隠して、うん、もうラッキーみたいな感じだったら次はきっと、うん、あの、ね、その分その分こう無言で無言の減額が入りますよね、そうそうそう、パーツ買う時もちょっと高くなっちゃう、はい、直接買い取りした時に、うん、なるほどねこういう人はみたいな全部リストありますからね、そう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 、はい、でもこれ結構パーツ入ってるじゃないですか、パーツいっぱい入ってるんだよ、ね、これだってブリッドのさセミバケとかさ、本当だ本当だ、うん、そう、もうボンネット開けるとさ、トラストのインタークーラーとか、ほら、トラストのプロオフバルブとかね、本当だ、うん、で、ほら、関西のほら、エアクリボックスだったりとか、ね、HKS の車庫帳だったり、ね、うんうんうん、入ってる、うん、いい感じですね、そうそう、で、しかもほら、このエアクリのダクトがね、学園三つ見六つ見自動車あ、これ言っていいやつ大丈夫ですか、バイ横井って書いてます、うん、はい、いや知らないだ消してないのもこの人ミク大地学園ですね、学園どこか買ったのかな、え、学園三つ見自動車、よくうちが車検するときに予備検、はい、予備あの車検中古新規とか継続車検の時に予備テスターってあるんですけど、はい、うん、その時にしてもらうあの会社さんです、あ、なんだ、お世話になってる会社、そうそう、良心的な会社です、ありがとうございます、はい、はい、あの地元のネタも大事ですから、そうそう、地元の結構見てますからね、そうそう、地元のね、あのお店さんの紹介とかもしていきたいんですよ、はい、やりたい、やりましょうよ、そうそう、もうすげえローカルなところ、いいお店さんね、はい、良心的なお店さんは、うん、ね、こう YouTube を通して、うん、あの宣伝してあげたい、ぜひ宣伝してほしい人いたら声かけてください、お付き合いあります、食べ物あ、いいっすね、なんか居酒屋とかね石毛のあたりとかそれ団子しかねえから、団子しかねえ居酒屋少ないんだから本当に何もないです、そうそうそう、本当に今自粛でさ、うん、なんか8時に閉まっちゃってアルコールの提供は7時で終わりますとかっつってんじゃん、あ、ね、ですね、そもそもさ、あのうちの上層の方、上層市の方だとさ8時までやってるお店がないから問題なしみたいな、問題なし、学園まで行かないとほら、うん、だなんで、あの仕事終わってから学園行っちゃったらさ、うん、あのいきなりラストオーダーせって言われちゃいますから、あ、ですね、今
このご時世で7時にさアルコールの提供終わっちゃうからさ、そうそうそう6時に終わってさ一生懸命行ってもさ3、40分かかっちゃうからさ、そしたらすいません、あの入店早々申し訳ないんですけど、アルコールラストオーダーになりますけどって言われちゃうんでとてもじゃないけど飲みに行けないという ね状況になってます、はいはい、今自粛ですから、はい、大変です、はい、大変です、そういうもんですよ、はいはい、そうです、ちょっとあの向こうの車を見てみようよ、まあ、そうですね、なんかいっぱい並んでせっかく、ね、せっかくだからはい、これは実はねオークションで買ってます、丸めだ、そう丸めの GDA、うん、しかも見てください、はなちゃん大好きなオートマティックです、オートマティックです、いいですね、はい、あれこれもしかして目玉全種類あるんじゃないですか、涙目、あそうだね、はい、何でこれ買ったんですか、だからさっきも言ったじゃないですか、GDA ね、高めとかね、はい、涙目がこう高くなってきちゃったわけですよ、はい、であれを解体するっていうのは、はい、もうこのご時世ないっていう話なんですよ、そうするとどうしても丸めの方に動いてくるんですけど、はい、丸めもやっぱ高めに引きずられて、はい、こう高くなってるんですよ、 GDB だとね、そう GDB だと、はい、そうするとじゃあ GDB ができたいんだったら GDA ですよねってな、なるほど、で GDA も GDB に引きずられて値段が上がってきちゃったわけですよ、あそうなんですねだからマニュアルの GDA も、はい、もうほぼほぼできなくなってきたから、じゃあ GDA の引き続きなるもっと安いのって言ったら、うん、GDA のマニュオートマになっちゃうっていう話で、あなるほどね、はい、うん、だから、まあ、共通パーツありますよね、そうそう、だからこういうね、あの残念な車お乗りのお方も、はい、あのもしあれだったら査定ゼロですよって言われるんだったら、はい、あのうちであの買い取りしますので、はい、まあ、5万とか10万とかね、はい、あの買い叩かれた金額を提示しますから、あれですよ、あの上位グレードがあって、うん、こう下位グレードに乗ってる方、うん、これ結構いい情報だと思う、そうですね、うん、しかもオートマの、そう、要はいやこのグレードは人気じゃないグレードだから、うん、値段下がっちゃうっていうか、その査定が低いよって、もう査定なんかつかないよみたいな感じの車であっても、うん、まあ今日のねポイント、うちの会社はそういう車もね、はい、最近仕入れるようになっちゃったんだよ、なるほど、さっき言ったじゃん、ね、さっき言ったじゃん、業者オークションで仕入れたからね、そう、しかもこれはね北の大地からの入庫ですから、一番やばいパターンじゃないですか、だからよく考えてみたら、よく考えてください、はい、車の車両金額、はい、ね、消費税、はい、落札手数料、はい、リサイクル、はい、ね、陸送代、ここが一番でかいですね、ここまで入れても買ってますから、わかりますか、なるほど ねだったら直接ね売りに来てもらった方が、あの絶対高いですから、うちはほらね、これを転売して売るわけじゃないから、うん、あのうちで切り身にしますから、切り身に、そう、切り身にして欲しい方はぜひお願いします、はい、自分でやるの大変ですから、切り身にする、はい、あでもこっちは GDB ですね、これはですね実は買い取りです、はい、おいい感じ、愛知、あなんか愛知じゃないです、はなちゃんの、いわゆるボケに関しては阿部ちゃん、はい、もう少し突っ込んであげてください、いやもうそれはミークです、流すのはかわいそうですせっかくボケてんだから、ね、せっかくね、天然でね、天然のボケをね、うん、あの聞き流しちゃダメ、わ、ね、かりました、ね、わかる、わかる、そこはちょっと皆さんもやってる、皆さんもコメントで作る、突っ込まれなくても、もうこの間のね、ね、上の川、わかる、わかりました、上の川、わかる、上の川って読めなかったんだ、読めなかったですねなんだっけ、上見川ひどいなそれ、日産の工場あんだよ日産自動車の工場あんのになんてことだよな、ミー君も思わずコメントで突っ込むっていうね、そうそう、この間の生放送、新座、そう新座、新座ってなんだよどこの県だよ、新座ってなんだよみたいな凄まじい、はい、うん、ちょっと皆さんも一緒に突っ込んでね、はなちゃんのはいいいですね、これもなんかそうこれレイズのホイール入ったりして、そうこれは GDA ですね、これ GDA ね、ああGDA のマニュアルですね、はい、まあこれも、オークションで買ってます、はい、だからこの辺のこういうなんかちょっとしょっぱい感じの車は、うちに向きですね、
コンディションいい車はどうしてもうちも高くなっちゃうんでオークション出したりとかするんですけど、そういう系の安い車はうちが買ってきて切り身にしますから。はい、なるほどね。はい、これは GDB ですね。まあこれもそうですね。まあこれも業者オークションですね。はい、あれこれブレーキあれえこれ何これは GDA ですね。これ A ですよ。これ GDA の STI かリミテッド、リミテッド、うん、2005年バージョンです。なるほどね。はい、まあこんな感じでね、結構こう GD 型のインプレッサー、うん、めちゃめちゃ入ってきてるわけですよ、うん、オークションでも。そう、青い車多いね。ねえ、ですね。そう、なんか一時期結構スカイラインよりインプレッサー屋じゃないかって思っちゃったぐらい。そうそうそう、なんか方向転換してなんか、はい、スバリストに対する優しいお店になっちゃったらしくて。そうですね、そうですね、はいはい、だって言ったじゃん、だってこの間さ、はい、お客、うちの顧客の割合的にさ、はい、GTR のお客さんより実はスバルのインプレッサー乗ってるお客さんの方が多いみたいな。GDB の GDA のお客さんすごい多いね。多い多いね。はい、まあね、そういう方にもね、うん、今後も継続して、うん、パーツの提供とかさせていただこうかなと思ってますんでね、うんうん、はい、まあ買い取りもね、はい、こういう車は比較的高く買い取りできるので、はい、言っていただければ、はいはい、で GDB はちょっと上がってきてるらしいんで今チャンスかもしれないですね、ちょっとね、うん、言っていただくなら。そう、まあこの間も、うん、実は GC8 のバージョン6っていうのかな、お、そう買いました、うん、すげえ見たいですね。今度入ってきたらじゃあまた、はい、そうですね、はい、あれ最近高いね本当にね。 GC8 本当に高いですよ。なんか知らないけど知らないあんな古い車なのにね。だってこの間昔ほらやったやつあったじゃん。 ありましたね、2ドアのやつ、うん、はい、そう、あれでいくらで売りますよって言った金額よりも、うん、実は業販で売れなかったんで業者オークション出したら、はい、自分が言った値段よりもはるかに上の値段で落札されてたんで安く言いすぎたなみたいな。危なかった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 業者オークションでよかった、はい、危なかったっていう、まあ、なのでね、うん、まあ欲しい、入ってくる車いろいろありますし、うん、YouTube でも紹介しますけど、うん、もう欲しいと思ったらすぐ連絡した方がいいですよ、うん、ね、だって結構こうずっと残ってるとあれなんで、結構業者オークションに出ることとかもね、うん、そうだね、あると思うんで、はい、そう、待ってれば値段下がるっていうのはしないので。そう、うちはないので。してないです、ね、してないです。よくさ、ほら販売店だとさ、並んでる車ってさ、うん、なんか2ヶ月3ヶ月と半年経つとさ、値段が下がったりするじゃん。そうですね、プライスダウン。そうそうそう、うちはほとんどないのです。しないね、はいはい、むしろ上げてる上げてる形だから、待ってるとどんどん上がっていっちゃって、はい、どんどんついてこなく、ついてこれなくなっちゃうんで、そうそうそう、入ってきたらすぐ言った方がいいです、はいはい、その時が最安値、ね、その時が最安値です。はい、はい、そうです。なので、はい、各ね SNS 方面、 YouTube だけじゃなくて今 Twitter とか Instagram とか、うん、あと Facebook の方でも入庫者の情報とか流してるので、うんうん、気になった方はぜひ連絡してください、うん、そう、あとはね、こう車を紹介してる時に、うん、たまたま映り込む車とかあるじゃん、はい、ありますね、よくね、後ろの方にチラッとチラッとね、打角の関係上映っちゃう時あるんですよ。それはね、阿部ちゃんに直接、そう、あ、いくらだよって LINE で聞いてください、直接問い合わせてください、はい、動画のスクショ送ってもらえれば、うん、ね、矢印書いてこれみたいな、うん、探し出すんで、うん、はい、インプレッサー売っていただく方もね、うん、欲しい方も、うん、いくらだったら問い合わせよろしくお願いします、はい、はい、ということで今日の動画以上となります。また違う車入ってきたら紹介するので、うん、そちらのビデオでまたお会いしましょう、うん、はい、ありがとうございます。